電波戦行くぜ。おう、チェンジソールセット、レッツゴーオン。セッション、やってまいりました。本日もフルハラ SSA TV よ。はい、今日もですね、皆さんレジェンドコラボ会でございます。今日来ていただいたレジェンドはですね、皆さんお待ちかね、メタルヒーロー宇宙刑事シャリバンの伊賀伝役、渡里博さんです。どうも、渡里博です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。いやいや、お久しぶりでございます。呼びいただきありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。そして、シャリバン40周年おめでとうございます。ありがとうございます。古くなっちゃったよ。いやいや、でも正直僕一番最初に渡里さんと会ったのって、うん、多分もう12、3年前なんですよ、おそらく。そんな前になるっけ。はい、そう、出会いってか、出会いって何でしたっけ。なんであったっけ。なんか飲み会だっけ。桂さんですよ。桂さんとまあ飲んだりしてる時に呼んだんですよ。まあ、僕がその時デンジンザボーガーっていうまた別のその特撮をやってて、で桂さんがデンジンザボーガー大好きなんですよ。で僕の円盤とか持ってくれてたっていうことで、渡里さんがフラハラよかったら一緒に飲もうぜって言ってくれたのが、うんうん、多分なんだろう、そこからちゃんと2回目ぐらいでしょうね。ですよね。ちゃんとは多分その辺からだと思いますね。そう、だから僕もほら、渡里さんがそうシャリマンやってたとかっていうのは、うん、見たことはなかったけど当時は知ってたんで、多分だから僕の記憶の中でも多分そこからだと思います。渡里さんが呼んでくれてから、ただ最初にどこで出会ったのかはちょっと覚えてない。覚えてない。なんだろう、ゲーム会かもしれないですね。ゲーム会かね。バーなのかな。ねえ、バーゲーム会。いや、バーゲーム会かもしれないです。もしかしたらね。今おいくつですか。還暦。還暦には見えない。やばいっすよ。おめでとうございます。ねえ、思ってたやつと違うから、ね、あんまり変わってないのかなみたいな。変わってないです。バカなんでしょうね。いやいや、でも僕今週もう本当に渡里さんウィークだったんですよ。ずーっとシャリバン見てたんですけれども、マジですごいことやってましたね。いやー、若かったんですよ本当に。しかもあれって僕たちと違って、うん、変身前の伊賀伝はもちろんのこと、変身後もですよね。やったりしてました。あ、やったり、あ、全部じゃないですか。全部ではない。あ、そうですよね。先輩がさすがにそうですよね。村上パイセンって方がね。あ、そうなんですか。デンジグリーンの中に入ってた。うん、あ、そうなんだ。村上淳さんって方が。俺なんか、あの時代の人って、わかんないですけど、勝手に藤岡弘さんのイメージがあるんで、全部自分でやってるのかと思ってました。藤岡さんから全部変わっちゃったんで。あ、そういうことか。なるほど。2号ライダーのあれがあってからそうですね。そう。なるほど。ちなみに、はい、仮面ライダーが、もう50、今何周年だ55? ってことは渡里さんよりも15個先輩ってことですか。そうなるんでしょうね。うわ、すごい、もう化け物ですね、藤岡さんって。はいっすね。って考えたらふさふさだよ。いやいや、確かにふさふさだし、ね、とっついしね。で、未だにね、やってますもんね。やってるし、だって6、7年前一緒にインドネシア行ってきましたよ。元気でしたか。変わらず。変わらず。いやいやいや、もうすごい。いやいやいや、でも渡里さんも正直めちゃめちゃ若いですけどね。いやいやいや、いや、そもそもどういった経緯でじゃあシャリバになったのかみたいなの、結構やっぱ視聴者の方も気になると思うんですよ。うん、まず宇宙刑事シリーズって3つあるじゃないですか、はいはいはい、宇宙刑事ギャバンがあってシャリバン、うん、そしてシャイダーがあるじゃないですか、はいはいはい、でシャリバンってギャバンの次で、なんならギャバンの時にイガデンって出てますよね。後半にね、出てますよね。はいはい、もう42話で伊賀伝が出てくるって時はもう次の主役ってのは決まってた。決まってたんですか。決まってた。そのために出したんですか、それは。伊賀伝を、伊賀伝をそうするためだよ。そういうこと。マジンガー Z をやりたいがために。そういうことですか。うん、グレートマジンガーとマジンガー Z とマジンガーがボロボロになって、はい、ああ倒されちゃうって時にグレートマジンガーやってきて、はい、マジンガー Z 立ち上がれ頑張れ言いながらやって。なるほど。そう、それを実写でやったっていうのが宇宙刑事ギャバンシャリバン。そういうことか。じゃあもうシャリバンは伊賀伝が出た時点で決まってたんですね。もうその前にオーディション、その2日前ぐらいかな。え、2日前2日前ぐらいにオーディションしたんです。オーディションで決まったんですか。あれ、オーディション一応行ってこいって言われて、はい、僕はあの影の軍団で千葉真一の吹き替えやってたのね。はいはいはい、京都で。はい、だから千葉さんの吹き替えをやりながら付き人もやってたの。
そういうことか、うん、だから全部の面倒を見ながら千葉さんの吹き替えやって忍者服着ながらいろいろ荷物持ったりとか、うわ、シャリバンの撮影も地獄だったと思うんですけれども、そっちも割と地獄だったんじゃないですか。一緒、寝る時間ないですよね、うん、2時間寝れたらよかった。スキリトなんてもうそういうイメージですもんね、うん、もう過酷なイメージしかないですよね、まあ、朝の4時から起き始めて、もう寝るのが12時過ぎでしょ大体、そう、全然だから2時間ぐらいしか寝る時間なかったから。じゃあ逆にその千葉さんから、うん、お前オーディション行ってこいって言われた時に、うん、ちょっとやったって思ったんじゃないですか。もう解放感ですよね。ですよね。離れられるですよね。解放感ありますよね。解放感、付き人からの帰りたい帰りたい、東京も帰ってないからですよね。東京のうちも覗いてみたいとか思ったし。ですよね。うん、まあ東京でオーディションあるから行ってこいって言われて、はい、で行ってオーディションだと思って、いっぱいいるのかなと思ったら僕一人で、他の人はって感じで、いや君一人だよって言われちゃって、あそうっすかっていう話で、いや、うん、質疑応答。だってめちゃめちゃ大抜擢じゃないですか。あの時の渡さんっておいくつですか。19ですよね、うん、で当時ってジャックですよね。ジャックでしたね。ですよね。入って1年目ぐらいってことは、他にたくさん先輩がいる中での大抜擢ってことですよね、うん、ですね。でこれってめちゃめちゃすごいことじゃないですか。だってだからみんなギャバンの次が俺が俺が俺がと思ってたってことですよね。先輩がいっぱいいるわけでしょ。ですよね、うん、でいざシャリバン決まるじゃないですか、はい、決まりましたね。なんかね、そしたら周り大先輩ばっかりですよね。だって、はい、例えば僕たちでいういわゆるウガッツ、要は兵隊とかも年上の人ばっかりってことですよね、うん、はい、その中で要は自分が要は一番後輩なのに主役を張るってどういう気持ちなんですか。ってしょうがないじゃんって感じで、いやいや、まあそうですけど遠慮しちゃってるとダメだとかやっぱ言われるし、そう、うん、遠慮はなかったと思います、マジで見てて。いやでも多少の遠慮はしてるんですよ、とりあえずは。そうなんですか、うん、でも同期のね、鎌倉殿の13人とかやってるアクション監督で辻井っていうのがいるんだけど、はい、辻井刑事っていうのはまあ同じ同期のやつで、で今アクション監督でね、三池隆監督のクローズゼロとかそういうのやってて、はいはい、もうそいつも同じ年で、ね、19、20歳ぐらいでやっぱシャリバンとか行ってて、現場でお前が気にしてどうするとかなんか言われて、先輩なんか気にしてんじゃねえよとか言われて、いやお前と性格違うしなって、ね、え、性格ってどんな感じだったんですか。僕の知ってる渡さんって、うん、なんかもう優しいイメージしかないんですよ正直。おとなしい俺は。どうぞ。おとなしいですか。おとなしいよ、もう。あ、そうなんですか。殺せない感じ。あ、そうなんだ。胃が出んじゃないですか、じゃあ。優しい、心優しき。寝やさ。寝やさ。寝やさ。それ寝やさって言うんですか、それ。あ、初めて聞きましたけど。俺も初めて言ったかもしれない。嫌われちゃうこともしたくないよなって言いながらもバンバン嫌われちゃうけどね。やっぱ嫌われるんですか。やっぱり面白くないでしょ。ああ、そういうことか。だって俺があの大場健二さんの次を狙ってこの地球を守るんだって思ってた人がいっぱいいる中をすっ飛ばして一番底辺が主役になっちゃう。京都からね来た人がね、ね、まあその前にあのサンバルカンとかそういうのもやっぱりありましたけど、やっぱしその時現場行ってもそうです、仕事が与えられないっていう。あんなに動けるのですか。うん、だからもう兵隊で呼ばれちゃうんだけど、だけどやっぱ先輩いるから先輩の方ばっかり使うわけですよ。やっぱアクション監督は。あ、そっか、うん、こんなペーペーはもうその辺立たせとけって、面持たせとけって感じで、はいはい、あとはまあこうタオル巻いてね、うんうん、先輩がこう取ったら汗拭いて、はい、そういうやつにやるとか、はいはい、それをずっと3ヶ月ぐらいやってて、でなんかいろいろ話しても話返ってこないし、これどうやったらいいんですかつって、仕事の仕方を教えてくださいと聞いても、いやお前には教えねえよとか言われちゃうし、嫌な時代だな、怖みたいな、いやつまんないなみたいな感じ、思ってた仕事の現場とちょっと違うなと思っちゃったりして。そうなんだ、うん、でもそれ思ってた後にシャリバンですもんね。でその後に、うん、その当時のアクション監督の山岡淳二さんっていうのがいて、はい、でサンバルカンの撮影のもう終わり際にいきなし、はい、ヒロシシャーク着ろ
え、バルシャーク、バルシャーク、うえ、ん、バルシャーク、みんな誰のこと言ってるか分かんないな、ヒロシさん、ヒロシさん、ヒロシさんって方他にいらっしゃいますかみたいな感じで、俺もヒロシですけど、みたいな、で、ヒロシさん、ヒロシさん、早く、ヒロシさん呼んでるよ、ヒロシ早く、お前切らなくていいのか、お前やんなくていいのかって俺を見ながら睨んでるから俺のことですかみたいな、俺のことですかみたいな話になって、そうしたらその辻、さっき言った、ね、鎌倉殿の13人のアクション監督になってるやつが、ね、こう着替えさせてくれて、兵隊からバルシャークに全部着替えさせてくれて、それでやって、まあ、そこでバク転バク宙やれとか、なんか大抜擢、うん、確かにできましたけど、ブーツ履いて初めての面かぶってこんなスーツ着て、そうですよね、前かがみになったらここキュッてなっちゃって、うん、首縛るじゃないですか、はいはいはい、すごいきついじゃないですか、これ体こんな曲がんないの、うん、っていうぐらいになっちゃう、あの着たことあると思うから、なんとなく分かると思いますけど、はい、あれでトランポリン踏むって、いや動きづらいし、見えない見えない見えない、もう近く遠いと見えるんだけど、近く行っちゃったらこの辺になると見えないですよ、トランポリンがどこにあるか消えちゃうよってなっちゃって、それでも多分ここにあるんだろうなんて噛んで踏んで宙返りやって立ってお芝居するわけじゃない、確かにほぼほぼ噛んだからなんでバルシャーク急に着ることになったんですか、その元々着てた方が、で、あのレッドがニーボリさんという方で、はいはい、ニーボリさんはそういうトランポリンカットが苦手なんですよ、あ、なるほど、だからバルシャーク入ってる柴原さんが赤のレッド入って、空いてるブルーに俺が入って、そういうことか、うん、まあ、それでまあ試しで使ってみて、やれるかどうかをまあ見るって感じなんでしょうね、はいはいはい、え、でも、そのシャリバンに大抜擢、要はそのオーディションに行けと、それは直結してないですよね、うん、それは全然違う、それは山岡淳二時代の話、戦隊に行ってたスーツアクター時代になっちゃうけど、じゃあなんでそのシャリバンにオーディション行ってこいって千葉さんは言ったんですか、やっぱその付き人やってる時にこいつ動けるなってことですか、何回か練習にも見に来てました千葉さんも、あ、はい、うん、見に来てるのもあるし、まあ、京都で呼ぶってぐらいはまあちょっと目つけられてるんだろうなっていうのもあるし、なるほど、で京都に呼んで自分のそばに置いて、まあ、自分の千葉真一の仕事ぶりを見させて、はい、鍛えてこういうことやるんだぞと教えつつ、はいはいはい、で何かの機会あれば出してあげようっていうあれがあって、それがシャリバン、それがシャリバンで、大体千葉さんのお付きになった人を売り出してもらえるっていうのが大体先輩分かっちゃうっていうのがあるらしい、なるほど、その前にあの黒崎ひかるさんっていう方がね、はい、いてジャスピオンとかやってるんですけど、はい、まあ、その人もね、影の軍団とかその辺でレギュラーもらったりとかして、人気が出て、ね、アイドルでやってって感じになってるから、そっか、千葉さんの吹き替えやるとかお付きに任命されたやつは売り出してもらえるっていうのがちょっと分かるっていう話、すごいですね、もうその時点でもう目つけられるわけです、こいつは売り出してもらえるって、はい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 、やっかみが出るわけです、エリートコースじゃないですか、そしたらじゃあめちゃめちゃかもしんないけど、それはそんなことこっちは分かんないから、うわー離れて千葉さんから離れて自分が欲しいと思いながら自由に酒飲みてとかいうのがあるわけですよ、そうなんですか、え、ちなみにじゃあ当時のジャックって真田さんとかもいた時代じゃないですか、っていましたね、2つ上で大先輩で、うん、じゃあほぼほぼ一緒くらい一緒にやってましたよ、うわーすごい時代だな、そう、大間健二さんもいて、うわー何その世代、春田純一さんもいて、やば、うん、めちゃめちゃなんかもうジャックの黄金世代みたいな時にいたんですよ、そしたらね、ね、うん、その中で塩見泰子さんがいてね、いや、お姫様がいてね、こうやって改めて聞くと本当すごいですね、すごいっすよね、その中であの時代はすごかった、いや、その中でシャリバンをやって渡さんが本当にすごいと思う、本当に、まあまあそれはもう大場さんにね、あの宇宙刑事っていうのを作ってもらった、うん、もう道を作っていただいたもう方に感謝ですよね、これは本当に、シャリバンのやっぱアクションめちゃめちゃ見てましたけれども、うん、なんか車から車に飛び移ったりとかしたじゃないですか、ね、あの、はい、いつもデンが運転してるあの白いジープみたいな、あれはあの後どうなってんだって感じ、確かに確かに誰も乗ってねえのに乗ってでそんなそうで、ほら車乗ってテニスプレーヤーの天才の少女の、はいはい、あの回で、あの昔のアイドル、あ、ねえ、あのアイドルの方ビビン、ビビンっていうね、へえ、早坂明夫さんって方で、あの方の車に乗るときって、はい、映像で見る限り
運転席でそのままダイブしてた風に見えたんですけど、後ろ後ろ後ろか、運転席の後ろに、あ、後ろあったんですか。もう一つ、じゃあ自分が乗ってた車ってどうだったんですかね。誰、もう一人運転してたってことですかね。あ、そういうことね。じゃないとどっか行っちゃいますもんね。どっか行っちゃううん、無理無理ですよね。うん、自分はここっていうのは止まってるところで撮ってて、うん、その後走りながらは他の人がこう隠れながら運転してて、うん、自分は上から飛び、はいはいはい、乗る。あれは本当に飛び移ってます。飛び移ってますよ。すごい。落ちたらどうしようと思いながら。あれ何キロくらい出してるんですか。いやでも結構30、40ぐらい出てんじゃないかな。あ、3、40出てるんですか。あれ3、40出てる。うわ、怖っ。結構早かった。いやなんかね、そうやって考えたら、うん、それこそジェットコースターかの、うん、こうやってね、ジェットコースターの中に殴り合ったりとかしてたじゃないですか。やってましたね、はい、あれとかも走ってるジェットコースターに飛び移るみたいな演出だったんですけれども、うん、あれは実際には飛び移ってないですよね、さすがに。無理無理無理、それは無理ですよね。結構ゆっくりそうに見えるけど、あれ乗るってね、無理無理無理っすか。意外に速い。いや、そうなんすか。いや、これ、え、走、いや、乗れませんぜって。マジっすか。うん、いや、でもね、正直渡り、あの時の渡さんを見たら、うん、なんか、できないことないんじゃないかくらい動いてましたよ。いやいや、だから今じゃ絶対考えられないじゃないですか、そのジェットコースターの上で殴り合うシーンなんて。もうあれ、怪獣入ってた人も高所恐怖症で、はい、そうだったんですか。これやりながらも、よし、助けろやめろ、俺を下ろせとか言いながら、この人、何言いながら殴ってんだろうって言いながら渡りさん的に一番過酷だったのってことですか、動きで。動きで過酷。吊り橋にぶら下がるってやつがあった。あのね、うん、お女の子で伊賀星人の、要は末裔たちがいるこの島があるんですよね。で、その島のこのジーヤこのオサっていうのがいるんですけど、このオサがこのデンをね、ちょっとあの試すために、あの橋でなんか攻撃とかね、シンプルにさせるんですよ。で、そしたらこうぶら下がってね、結局あの後落ちるみたいな、うん、あれ本当にぶら下がってますよね。あれぶら下がってますよね。だって何するか聞かされてないから。え、そんなことあるんですか。何にも、今日はここで何を撮るんだろうな、吊り橋だなって、いや、いい天気だ、海は綺麗だって言いながら、みんなこの吊り橋の上でずっと海ずっと眺めてるんですよ、うん、はいはい。で、アクション監督のあの金田さんだけがずっと吊り橋のこうワイヤーをずーっと見てて、こうやってで、いきなし何を思った子が欄干を乗り越えて、命すらなしだよ。いや、そうですよね、命はないですよね、やっぱね。 なしでの2メーター半か2メーター先のティティティッとまで行って、あのこういうクロスされてるところね、あの補強されてるような貫いてるところまでティティティッつって、でこうくの字になってるところだから、そこに足かけて振り向いて、ヒロシ来いって言われたから。やばやばいっすね。はい、なんて言いました。私がそこに行けとって言われた。やばいですよね。だって谷底まで何メートルですか。あれ30メーター。うわー、超怖い、うん、カメラマンがいて、カメラのこうやってね、そうそうそう、調整で見ると30メーターってこうあって、19は見てください、マジでこうぶら下がってますから。それ下見たら水探す方がなくて、岩しかなくて、うわー、これ水あってもこれ水深30センチ、やば、70センチぐらいじゃないか、1メーターはないだろうなっていうぐらい終わります。岩がゴロゴロ終わるなと思って見てて、うん、どうだろうって言いながら。でもめっちゃちゃんとぶら下がってましたよね。ぶら下がりましたね、とりあえずは。ねえ、とりあえず、まあもしまあなんかね、うん、踏み外したりなんかしてこう、まあ、ぶら下がれたら、うん、まあその時は体力あったから、うん、腕力あったから、って上がれるっていう自信がまあありましたんで、なんとかなるかね。いや、まあわかんないよ。もう東来いって言った瞬間に全員がバッと俺を見て本当に行くのかお前っていう感じの顔してていや、これで俺、いや、行けませんとか言ったら、これ番組止まっちゃうんだろうなって思っちゃって、いやいやいや、しょうがない、まあちょっと腕力自信あるから、まあちょっと行ってみようか、危ないかもしれない、行けるかな行けるかな、ついた、ついちゃったわって感じで、で、ついてからそっから命綱をつけるという作業。遅っ、つけるの遅っ、うん、そっからですよ。で、そっから朝の9時からぶら下がって12時、うん、
3時間ほどずっとバラ触ってました。うわきつ、めちゃめちゃ腕力ありますね。いやまあだとここ繋がってるから、ね、いやいやでもそれでもきついよ。だって最初のシーンはないわけですからね。ない。うわ命綱あってもなんかこうやって手放しにはねできないじゃないですか、さすがに怖くて。いや、してた。え、してた。うわ絶対無理、絶対無理。だってこれ引きの絵撮って二人で一緒に落ちた、バーン叩かれて俺が落ちるのか、うん、落ちるシーンになるときは、はい、あれ角度変えてますよ、さすがに角度変えてるのもあるし、いやでも実際ぶら下がってるシーンもね遠くから撮ったりすんだよ。あ、撮って、これそうですよね、これ遠くからこれ撮ってますよ、ね、そう、これ撮ってるでしょ、はい、そう、これのところまで行くのに結構時間かかってるから、ずっと俺ずっと待ってたんで、うわーきつい、はい、着いたからこれから撮影入るよ、はい、準備して、はーいって感じでやるみたいな。うわきついなシャリバンの、シャリバンクラッシュって、レーザーブレードに光って、デレレレデレレレデレレって曲が鳴ったら、大体皆さん1分以内に死にますから。早いやつで30秒以内に死にますからね。そう、もう、あれ食らったら全員死ぬんですよ。ねえ、あれ最強ですよね、あれね。ねえ。ねえ。絵もすごいしね。いや、すごい。あれって、あれ、全部合成ですもんね、あの光は。あれ合成ですね。こうやって光ってる、あれなんか蛍光灯みたいなの持って戦ってるわけじゃないですか、あれは。あれはセットが蛍光灯になっちゃう。あ、めちゃくちゃ金かかんの、あの武器。ですよね。めちゃくちゃあの当時高かったの。え、だから、蛍光灯の要は電池かなんかで光るやつみたいなのを持ってたってことですか、あれ。あれはね、コードが繋がってた、バッテリーに。そうなんすか。で、こっから全部コード離して足から出てる。あ、そうなんだ。なんであれあんな光ってんだろう。だって引きでもめっちゃ光ってたから。結構だからね。そっか。いや、あれだから、合成だったらこの時すごいお金かけてるなと思ったんですよ、うん、あれに合わせて。レーザーブレードは合成じゃないですか、青を入れて、うんうん、だけど、あれ蛍光灯だったんだ。蛍光灯もそう。でも割とバンバンやってたから何回か割れてんじゃないですか、あれ。うん、割れた回もありましたね。ですよね。とりあえずでも大体進んのもね、やっぱマンの方が上手いんですよ。あ、寸止め当ててるように見せるけど当ててない。あ、そうなんですか。寸止めでキンキンってやってた。ギャガンの時は結構合成ばっかりだったはず。で、途中からその蛍光灯を使い始めて、で、最初超短いね。あ、そうなんですか。うん、担当のようなレーザーブレードよりちっちゃ、短いと思ってみてた。へぇ、さすがにこれはおかしいよなと思ったら、その翌々週ぐらいから今度はキャンって長い蛍光灯になりましたけどね。なるほど。これ言える とこでいいんですけど、はい、アバレンジャー20周年、うん、これどういう経緯で決まったんですか、これは。まあそうです、この中は大場さんよ。あ、そうなんですか。本人が入ってる。元シャリアン。あれは走っちゃダメな車。ドハマですか。やっぱドハマだね。ドハマまた出ましたけど。電飾入ったら目光ってからもう何も見えない。ですよ、何も見えないですからね。ドゥルドゥーとかやってる時。アバレンジャー10周年企画が10年前にできないことになった時に、はい、じゃあその企画を変えてシャリバンネクストジェネレーションを作ろうっていうことで。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。